つです。さあ今日も始まりました、タケル君を使ってのトラック飯です。これでね、今日何を食べようかなと思いまして、先週サバ缶を食べました。味付けと味噌缶があったんですけど、味付けの方を食べたんで、今日はそうです、この味噌味の方を食べたいと思います。これでね、そのご飯のお供は今日はこちら、はい、僕の大好きなつぼ漬け、これを食べたいと思います。これでね、もう一つ欠かせないのがこちら、お味噌汁です。これで今日お味噌汁何を食べようかなと思いまして、今日はこいつ、油揚げのお味噌汁を飲みたいと思います。ということで、お味噌汁とつぼ漬けとサバ缶でサバの味噌煮定食作っていきます。ということで、こんな感じに仕上がりました。サバ缶ね、これね、めっちゃ美味しそうですよ。ええ匂いしてます。これでお漬物はこんな感じで、お味噌汁はこんな感じです。これでね、ご飯なんですけど、ちょっとね、どうなんでしょう、見た目ね、今までのお米よりちょっとお米の一つ一つがね、小粒なような気しますね。ということで、サバの味噌煮定食出来上がり。ほんだら、いただきます。まずは何よりお味噌汁ですね。ではついけど、あったまる、美味しい。あーうまい。最近ね、朝晩がね、だいぶ涼しくなってきましたんで、こういったね、あったかい汁物って最高ですよね。ではメインのサバ缶いっときましょうか。ちょっとガバッと大きいとこ行っておきましょう。はい、こんな感じです。ほら、美味しそう。ではでは、あ、これはうまい。うん、あのね、あのね、これね、ちょっともう一回見てもらいましょうか。ほら、味噌の色がなんていうかな、濃くないというか、黒くないというか、これもしかしたら白味噌かね、合わせ味噌かちょっと分かんないんですけど、今までのね、サバの味噌煮缶って結構黒っぽい色やったんですけど、赤っぽいっていうかな、これね、ちょっと白っぽい感じがするんですよ。だからなんやろな、ちょっと上品な味っていうんかな、ちょっと今までのね、サバの味噌煮缶とちょっと一味違うような感じがしますね。ほら見てください、美味しそう。うん、うまい。これはご飯にね、合いますね。ご飯かき込みましょう。うん、あ、ご飯によう合います。うん、まあ、でもね、やっぱりね、ご飯の味がちゃいますわ。ほら、ちょっと分かりにくいかな、なんかね、安いお米なんで小粒なんですよね、お米の一つ一つがね。でね、味もね、全然ちゃいますわ。ちょっとね、美味しいお米食べ過ぎたせいで舌が肥えてしまってるというか、贅沢になってますね。これ今までね、ずっと食べてたお米なんですけど、
ほら PG 嫁さんからいただいた美味しいお米をしばらく食べてましたんで、これはあかん、ちょっと舌が贅沢になってしまってます。じゃあね、ちょっとお漬物もいっときましょう。ほら、これはもう間違いないでしょうね。うん、うまい。これはご飯に合う。うん、あ、うまいわ。僕ね、壺漬け大好きなんで、これはほら、ご飯の美味しくないのがこれでごまかせそうな気しますね。うん、うまい。うん、めっちゃうまいです。ということでね、今日のサバの味噌煮定食も大成功です。ということで完食しました。サバ缶ね、めっちゃ美味しかったです。これでお味噌汁も飲み干しまして、ご飯はこちらも空になっております。でね、お漬物はまだ残ってますんで、これは冷蔵庫に入れてまた後で食べたいと思います。ということで今日のサバの味噌煮定食美味しかった。じゃあね、コメント紹介のお時間です。まずはこの方、パークゴルフさんからいただきました。ボツさん、こんにちは。はい、こんにちは。毎年忘れないでくる秋はええものですね。これから秋の収穫シーズンですね。皆さんもたくさん美味しいもの食べて仕事頑張ってくださいといただきました。あ、そうですね、これからの季節美味しいもんたくさんありますよね。皆さん美味しいもんいっぱい食べて頑張りましょう。では次いきます。ゆういち野田さんからいただきました。お疲れ様です。はい、お疲れ様です。サバ缶久しぶりでしたね。やっぱうまそうだ。あ、そうですね、前回も今回もサバ缶めっちゃ美味しかったです。これでね、味噌汁も美味しい季節がやってきますね。あ、そうですね、だいぶ寒くなってきましたんで、あったかいお味噌汁みたいなねものが美味しい季節になってきました。それで最後、安全運転で頑張ってくださいといただきました。あ、ありがとうございます。安全運転頑張りたいと思います。では次いきます。 SY さんからいただきました。ボツさんの動画で出てくる食べ物、見たことあるものばかりなので親近感湧きますと。で、サバ缶ほんま美味しいですよねといただきました。あ、そうですよね、本当にサバ缶美味しかったです。では次いきます。ショーケーさんからいただきました。ボツさん、お疲れ様です。はい、お疲れ様です。自分の住んでいる神奈川県では家系ラーメンが有名なのですが、もしこちらの方に来る機会がありましたら食べてみてくださいと。これでね、かっこ有名どころで言えば、吉村屋って呼ぶんですかね。これで、今では回転寿司の浜寿司でも家系ラーメンが食べられるみたいですと。あ、そうなんですね、これ大阪の方の浜寿司でも食べれるんかな。これでね、最後、では今週も安全運転で気をつけてくださいといただきました。あ、ありがとうございます。安全運転気をつけたいと思います。これでね、このコメントに返信がつきました。宮沢実さんからいただきました。かっぱ寿司でも家系ラーメン始めたでーといただきました。あ、そうなんですね。じゃあかっぱ寿司ね、これも大阪の方でやってるのかどうか一回ね、ちょっと気になりますね。行ってみたいと思います。では次いきます。ひろみちさんからいただきました。ボツさん、お疲れ様です。はい、お疲れ様です。今回今の仕事に限界を感じ、大型トラックに乗りたいというコメントがありましたね。僕も全く同じことを思っておりますと。あ、そうなんですね。それで、自分だけじゃないんだなぁと勇気づけられ元気が出ましたと。あ、そうなんですね。ほいでね、最後、
では今週もご安全にといただきました。ありがとうございます。安全運転頑張りたいと思います。では次いきます。 S ターくんさんからいただきました。お疲れ様です。はい、お疲れ様です。トレーラー運転手になって早いもので5ヶ月経過しました。最近では左バックしかできない現場やら、かなり間口が狭い現場に行く機会も増えて、かなり楽しませてもらってますと。あ、なるほど。これでね、さていつだったかボッツさんが言ってたスランプの件ですが、幸いにも僕はまだ陥ることなく現在に至っていますと。あ、そうなんですね。そっか、これで狭い現場とかね、楽しんでやってることはすごいいいことやなと思います。これでしかし僕よか少し後に入社した大型歴の長いドライバーさんは乗って早々にスランプに陥ってしまったらしいです。大型とトレーラーとでは右左折時の後輪の通り道てか通し方がまるで違うので、それに対応するのが本人曰くかなり厄介らしいですと。あ、そうなんですよ。これでね、僕は大型が乗れないのであれなんですが、多分その人の気持ちボッツさんならわかるかもしれませんと。機会があったら公道でトレーラー走らせてみてくださいといただいたんですけど、あ、これね聞いた話なんですけど、大型のね経歴が長い人は、トレーラーのスランプに陥りやすいというか、慣れるまですごい大変やということを聞いたことがあります。それでね、僕も車庫で、バックの練習を少しさせてもらったことあるんですけど、もうね何がね大変かって言ったら、バックの時のハンドルの切り方がもう本当に逆なんですよね。これがね慣れるまでねすごい苦労するんちゃうかなと思います。それで最後ではご安全にといただきました。あ、ありがとうございます。お互い安全運転頑張りましょうね。では次いきます。もんちゃんさんからいただきました。ボツさんこんにちは。はい、こんにちは。はい、ボツさんお仕事お疲れ様です。あ、ありがとうございます。これでね、ボツさんあと2週間で消費税が増税で 8% から 10% に上がりますが、それでボツさんが増税前に欲しいものありましたら教えてくださいといただきました。あ、欲しいものね、欲しいものはたくさんあるんですけど、増税前にね、なんか買おうかなという、そういう予定はね、ちょっと今のところないですね。ほいで、あと、増税前に、ボッツさんが乗ってる17プロフィアや、プリウスアルファをカスタムしたいところありますかといただいたんですけど、これもね、カスタムしたいところはね、たくさんあるんですけど、今回ね、増税前にする予定のところはないですね。これでね、高評価押しました。あ、ありがとうございます。これで最後長文すみませんでした。さいならといただきました。いえいえ、長文大歓迎です。いつもねコメントありがとうございます。では最後この方に締めていただきましょう。沖田かなめさんからいただきました。ボッツさん、ボッツさん、ボッツさん、サバ缶いいですよね。昔はサバ缶の味噌によく食べてました。海の近くなのになぜか缶詰だったんです。生卵が貴重品で醤油で薄めて何倍もおかわりしてましたっけ。ほんじゃあさようならさようならさようならといただきました。ということで今回もたくさんのコメントありがとうございます。このね動画を撮るタイミングによって全て紹介できないのが本当に申し訳ございません。またねこの動画にいただいたコメントは次回のトラック飯で紹介させていただきますので、またどしどしコメントの方よろしくお願いします。ということで
今日はこの辺でごちそうさまでした。ほな、さいなら。